皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、出産予定日2週間をついに切りまして、やっとこさ揃えました出産バッグ、入院バッグの中身をご紹介していきたいと思います。遅いよね、揃えようよって感じなんですけども、産む際によっても用意しなきゃいけないものとかいろいろと違ってくると思うんですけども、私がね、出産する予定のところが、入院するお部屋がそもそもの陣痛もそうだし、出産も宿泊も全てするっていう感じなので、特に陣痛室とか分娩室に移動するっていう感じではないので、そのためだけのこのコンパクトなカバンっていうよりかは、もう一つにもうお部屋にそのまま持っていくよっていう感じでまとめております。私が選んだ病院がパートナー、旦那さんまでだったら、同室で宿泊ができるっていうことになっているので、入院中にいろいろと教わったことを、まあ、退院してから旦那さんにシェアするっていうよりかは、もうその間も一緒にいてもらって、2人でね、入院しながらちょっと予行練習みたいな感じでやっていきたいなっていうふうに思ってるんで、立ち会いも含めて入院も一緒に付き合ってもらおうかなっていうふうに思ってるんですね。まあ、そういうのもあってちょっとね、サイズ感もボリューミーになっております。特に何事もなく予定通りに行けば、もう出産日から育休を取ってもらってるので、積極的にね、協力してもらおうかなというふうに思っております。これはもう全部今詰め込んだので、すぐね取り出せるところに置いておいて、あとは手持ちで持っていくバッグ、その中にまず入れるもので言うと、まあ、母子手帳だったりとか診察券とかが入っているこちらの一式ですね。これが星の子ちゃんのね、ブランドのアプリリーの母子手帳ケースですね。結構ね大きいので、もうこの中に領収書だったりとか、あとはエコー写真だったり、もう何でもかんでも詰め込んじゃってます。あとは、まあ、同意書関係だったりとかのこういう書類ですね。で、一応クリアファイルもちょっと余分に持っていこうかなというふうに思ってて、あとは陣痛始まって病院行く時にもね、おそらくつけているであろう骨盤ベルト、トコちゃんベルトですね、をこれも産後すぐ巻いてもらおうと思ってるので持っていきます。ほぼほぼ使わないとは思うんですけれども、まあ、最低限のメイクアイテムっていうのも一応入れとこうかなっていうふうに思うので、まあ今なんとなくこれ詰めちゃったけれども、ポーチをすぐね手の届くとこに置いといて、最後ピョピョピョって詰めようと思います。あとは私が、まあ、体力もあってね、荷物が持てたりとか、パートナーもいる状態であれば一緒に持っていこうかなって思うので言うと、もう愛用している枕、何よりもやっぱりリラックスをして産みたい。やっぱ睡眠っていうのはしっかりと取れる時に取りたいし、休める時に休みたいなっていうふうに思うので、もう使い慣れている枕、ムアツっていうところで作ったオーダーメイド枕になっております。もうこれがないと無理っていう感じに、そんなね敏感な人ではないと思ったんですけども、やっぱこれがいいです。まあ枕ほど優先順位的には高くないんですけれども、この抱き枕ですね、抱き枕も持てそうだったら持っていきたい。これはね、どこのやつなのかな、赤ちゃん本舗で購入したんですけれども、ちゃんとこうビーズが入っていて、厚みもしっかりとあるので、産後の授乳の時にもそんなにへたらずに使えるかなっていうふうに思うので、まあ家帰ってもそのまんますぐね授乳できるように慣れておきたいなっていうのもあるし、ちょっと頭高くしたりとか足高くして寝たりとかっていう時にも何かと便利かなと思うので、これもできれば持っていきたいと思ってますっていうのが当日入れようと思っているものでして、あとはこの中身ですね。じゃーん、こちらね、何年か前のジェラピケの福袋にくっついてたトートバッグになるんだけども、この中に、まあ、陣痛バッグっていうのかな、出産当日に使うであろうものをですね全部まとめております。自分だけが見てわかる収納っていうよりかは、パートナーとか助産師さんにこれ取ってほしいとかね、あれやってほしいって言った時にすぐねこうパパってわかりやすいように荷物をまとめてみました。で、その中でねめちゃめちゃ使えるって思ったのがね、このシーンの袋
以前あのシーンの購入品動画を上げたんですけども、その時にくっついていたお洋服が入っていたね、こういうねちょっとこう半透明の袋があるんですけども、今回はもうほぼほぼシーンの袋を使って収納しました。で、特にこの中のものに関してはちゃんと手書きでこんな感じでナプキンとかカメラ機材だったりとかね、もう全部手書きで書きました。なのでこの中に入っている何々取ってみたいな感じですぐ言える状態にしております。まずはこれね、もうまんまなんですけども、ナプキン、私の病院は三色ショーツもナプキンもどっちもね準備してくださるっていうことなので、まあ、当日破水から始まった場合だったりとかのために一応入れておくっていう感じで、全然使わずにいたこのねアイハブで購入したドデカパッドナプキン、あとはこういうショーツタイプのナプキンっていうのも一つ入れておきました。一応カメラもね回そうかなとは思ってるので、カメラ機材も一式、三脚と iPhone 用の固定するやつと外ロケとかの時に使ってるカメラですね。そして続いてこちらが癒し&マッサージグッズでございます。まずはじゃじゃん、湯たんぽでーす。一応バースプランにも遠因のね切開をなるべくしたくないっていうリクエストはしていて、ただそのためにね自分自身もやらなきゃいけないことっていろいろあるかなっていうふうに思ってるから、まあ、マッサージしたりだったりとか、当日ねやっぱりお股周りを温めるっていうのが遠因切開をなるべく防げる一つの方法っていうふうにね見たりもしたので、これにお湯入れてお股をねずっと温めておけるようにしたいなっていうふうに思います。もちろん産後とかでも、まあ、体の損傷も多いかなっていうふうに思うので、どんな時にもねこう温められるように一応持っていこうと思ってます。で、温めるでいうともう一つこちらね、千年球の太陽っていう火を使わないお灸です。はい、これも、陣痛中ですね温めた方がいいっていうツボをこう勉強したので、まあ、そこにこれを貼り付けていい陣痛が促せるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。蒸気でアイマスク、これも入れております。森林浴の香りっていうちょっと新しいやつにしてみた。で、バースプランには書いてないんだけれども、使えるならねこれも貼ってみようかなって思うのがエンピシンっていう1ミリぐらいピョコって出ている、まあ美容芯、針ですね、自分でこうペトって貼れるやつなんですけども、これも不妊治療中だったりとか妊活中にめちゃくちゃ私使ってたんだけど、ツボのところに針打って、でその上にさっきの温めるお灸っていうのもつけてもいいかなって思ってる。あとはこちらですね、電池で光るキャンドル、なるべく出産中は部屋を薄暗くしたくって、で陣痛来る時にこう集中する点を自分の中で持ちたいなと思ってて、本当はなんかアロマキャンドルとか持ってきたかったんだけど、やっぱ火は使えないっていうことで一箇所集中するポイントとして今回この子を選びました。あとはテニスボール、はい、これもねどうなんだろうね、本当にやっぱいいのかな、お尻のとことかギューってね押してもらったりするといいっていうので、これはパートナーが買ってくれました。陣痛中彼にねこうマッサージしてもらいたいなと思ってるんだけど、やっぱさどんだけ長期戦になるかわかんないし、彼自身もすごい疲れちゃうだろうなっていうふうに思ったから、じゃじゃん、こんな感じのなんか木のねマッサージ押し棒みたいなやつを購入しました。こんな感じで首とか足とかいろんなねこの面を使ってマッサージできるらしいんですけども、これ楽天で買ったんだけどさ、でおそらく腰回りを押してもらうことになるかなと思ったので、こんな感じでギューって押せたら疲れないかなっていうふうに思ったので一応買いました。あとはここら辺ですね、私やっぱり香り物が好きなので自分のね大好きなアロマミストも入れました。シンピュルテの心の浄化っていうやつとか、ティアレアラメディケアのエネルギーミストですね。ワビタの発表会の時にね手作りしたルームフレグランス、これバランスっていう香りのものなんですけども、これらをこうシュッシュッシュッっていう感じで自分の近くにまとってリラックスできたらなっていうふうに思います。続いてが出産の時に着るお洋服ですね。はい、うちの病院がね出産の時の服も持ってきてくださいっていうことだったので、二重コットンのこちらのワンピースタイプを
買いました。これも、楽天で買いましたね。まあ、出産の時結構暑くなったりもするだろうし、でも今の季節寒いし、どんな感じの肌触りのものを用意しようか迷ったんだけど、まあ、やっぱ通気性がいい、汗しっかりと吸ってくれる、ガーゼタイプのねものにしました。でやっぱ足回りがねどうしても寒いかなっていう風に思うので、じゃーん、こちらのレッグウォーマーも購入しました。まるでこたつソックス、これ本当に大好きなんですけども、これの指先が空いているタイプを新調いたしました。普通の靴下タイプでもいいかなと思ったんだけど、やっぱりその看護師さんとか爪の色とかね、そういうのも見たりとかして体の管理をねしてくださるだろうなっていうふうに思うので、まあ、なるべくこの爪が見える状態にしていこうかなっていうふうに思ったので、靴下はこのタイプ。あとはこれね、コード類ですね。今回まあカメラも撮るだろうし、 iPhone とかも使ったりとかするし、まあなんならもう一人ね同じ病室に泊まるねパートナーがいるので、延長コードは入れておこうかなっていうふうに思うのと、この AC アダプターめちゃめちゃ便利で、タイプ C と USB 両方ねハマって3つ口があるんですよ。あと何かと使うかもしれない S 字フック、これもいくつか入れておこうと思います。でそう、この S 字フックね、すごく私的におすすめなんですけども、ここがねこう柔らかくなってるんです。でこれをねこういう棒とかにねこうやってはめると、もう全然取れないの。これも楽天で買ったね。楽天ルームのあのリンクは下にいつも貼ってるんで、よかったらこれもチェックしてみてください。おすすめ。あとは出産の時に使うタオルですね。やっぱ今みたいな季節でもね汗たっぷりかくらしいので、そういう時用と、アルコールシートと、汗かいた時用のこのキュレルのスキンケアシート、あとはメイクしたままそのままゴーみたいな時になった時のためのシートで落とせるメイク落としですね。でメイク落とし落とした後に簡単に簡易的にスキンケアができるように、化粧水とあとクリームのミニサイズ、そしてマスクですね。そう、今回マスクは本当に必須で、それが条件でパートナーも、まあ、宿泊できるっていうことになってるので、ちょっと多いぐらいこの中に入れております。そしてこの袋の最後はこちらですね。食べ物飲み物系を入れております。お水と、あとはこういう塩分がちょっと入ってるようなポカリスエット的なやつで、これらに刺す用のこのストロー、取り付けられるストローですね。あとはゼリータイプのエネルギー補給できるものとか、こういう高カロリー系のビスケットとかプロテインバーっていうのも入れました。あとはやっぱ陣痛中って呼吸がすごく大切になってくると思うんだけども、乾燥してるじゃないですかこの時期、だからこう喉とかもさ、こうイガイガしてきたりしちゃうんじゃないかなって想定して、一応飴玉も入れておいてます。そんなとこ入ってんの、一緒に行きたいよね、一緒に行きたい、一緒に来てほしいよ。まあ、それ以外でそこまでその緊急性がないものっていうのがこちらに入っておりまして、これ今年のあのジェラピケの福袋に入っていたモコモコのトップスと、あとパンツ、さっきと色違いのガーゼタイプのワンピースのパジャマで、セットで付いていたこちらのねあの黒いパンツも入れて、これも普段からすごくよく着ていたシーンで購入したパジャマですね。あのこんな感じでペロっておっぱいそのまま出せるんで、授乳もそのままできるっていうタイプになってます。あとはこの中にはですね、飲み物グッズが入ってます。ウーマンカインドのハーブティーだったり、マザーズミルク、おっぱいの出がこう良くなるハーブティー、こっち系はですね今年の福袋に入っていたドリップタイプのコーヒーがいろいろと入ってます。これはカレー用に用意しました。基本的に私のご飯しか病院は用意してくれないし、まあ、飲み物系とかももちろんそうだと思うので、それ以外はねほぼ自分たちで用意しないといけないから、このコーヒーが入れられるようにカレー用のコップですね、冷めにくいやつ。あともうこれ本当に買ってよかった、今年のタリーズの、 あの福袋に入っていたミニポット
ですね。もう最近もうこれに必ず白湯を入れて、もうこまめに白湯を飲むようにしてるんですけども、もちろん給湯器とかもねあったりするんだけど、その都度温めるのも面倒だし、そんなにしょっちゅう動けないかもしれないので、これをね近くに置いといて、いつでもねお茶とか飲めるような状態にしとこうかなっていうふうに思って、これもちょっとかさばるけども持ってこうと思う。あとは洗濯機もねあったりとかするので、これが洗濯ネットそのまんま、こう中が3分割に分かれていて、このままポンと洗えるやつ、結構昔に買った3COINS で買ったやつなんですけども、これも入れておこうと思います。そしてこちらに追加の癒しグッズですね。はい、蒸気でアイマスク、これはもう私も彼も両方使えるので余分に入れるのと、あとこれすごい好きなの、耳ほぐタイム、耳の中こう温めてくれるイヤホンみたいになってるんですけども、うまく寝れない時とかにいいかなっていうふうに思ったので、これも入れておこうかなっていうふうに思ってて、であと私的に超マストなのがこちらね、耳栓でございます。彼がもうとにかくいびきがね すごいんですよ。普段は別々でね寝てるんですけれども、同室になりますので、私的にはこれがないともうただのストレスですのでこの中が下着系ですね。一応三色ショーツ用意してくれるんですけれども、その後も使えるかもしれないので、こちらと授乳用のブラジャーですね。私はもうドシンプルな、前がこうプチプチプチって開いてパーンってこう開けるタイプの、もうスタンダードな授乳ブラを購入しました。でもうすでにね結構むくみがあるんですけれども、産後もねおそらくめちゃめちゃむくむんじゃないかなっていうふうに思うので、医療用の着圧ソックスを購入しました。これはねリサちゃんの出産バッグの中身で紹介してたやつで、結構ねよくこれを履いてる姿は見てたので、普通の着圧ソックスよりもしっかりと足のむくみ取ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ったから、これちょっとね何気に使うの楽しみ。あとこちらがアメニティグッズが入っております。シャンプー、リンス、ボディーソープは一応ついてるんですけれども、ちっちゃいタイプのやつも入れてます。こういう使い捨てのものとかもいくつか入れておいて、ボディーソープもなんかいい香りのもので少しでも癒されたいなっていうふうに思ったので、これも入れておくのと、あとはヘアオイルですね。シンピリティのヘアオイル、もうこれ体にも使えるし髪の毛もすごいしっとりしてくれるので、これもマスト。あとこちらにはスキンケア系が入っております。このバッグはねミキポンプロデュースのドデカポーチなんですけども、本当にすっごい大量に入るのでめちゃめちゃ嬉しい。一応2人分の歯磨き粉と歯ブラシ、あとはフロス、ファンケルのエンリッチプラスの化粧水と乳液で、さっきお見せしたジェノマーシリーズの洗顔とメイク落としとナイトクリーム、これだけ塗っとけばもう大丈夫ってやつなので、あとファンケルのオイルクレンジング、キュレルの夜用のリップクリームです。普段私エアコンを家の中でつけないので、多分赤ちゃんのこの体温調節とかでエアコンとかもつけることになるのかな、加湿器あるのかなとかいろいろ不安になったりとかしてたから、一応オイル美容がすぐできるようにデュラメールの、ザリニュアルオイル、これのちっちゃいタイプも入れておきます。あとはパックもいくつか入れていこうかなっていうふうに思ってて、まあ、キュレルとかこういうのは本当に剥がれにくいので、授乳しながらとかながらでスキンケアができたらいいなって思ったので入れていくのと、あと赤ちゃん用の爪切り、これもねなんか爪伸びてる可能性があるみたいに見たので入れてきます。あとは乳首の保護クリームですね。こう切れちゃったりとかしないようにしっかりと保湿で、赤ちゃんがこう口の中に入れても大丈夫な成分でできてるっていうものですね。でお部屋がすごく乾燥していた時用にこうシュッシュッシュッってできるスプレータイプの、化粧水、あとこれがねリリーフオイルってやつなんですけれども、結構こう発火みたいなスーッとした香りがするんですけども、産後の足のむくみとかがひどかった時用に彼にマッサージしてもらおうかなっていうふうに思ったので、マッサージオイルも入れてみました。でアロマオイルも入れております。まあなんかティッシュとかに少し含ませて香ってもいいし、これはエトボスの、ブレンドオイル
なんだけども、でラベンダーのエッセンシャルオイルに関しては、まあ、傷口とかにねこう塗布すると治りが早いっていう風に言われてたりするので、遠因の損傷がどのくらいになるかわからないですけども、まあ様子見てこれも使っていこうかなっていう風に思ってます。でこの中には、赤ちゃんの退院着ですね、いただき物のお洋服をねこちらの中に入れております。で、あ、そうそう、最後にこれね、お菓子これも今年買った福袋に入っていた色々ですね。長崎カステラだったりとか、ナッツとか、柿のドライフルーツとか、セゾンファクトリーの福袋に入っていたこのゼリーとか、そういったものを入れてます。っていう感じが今回私が用意した出産バッグの中身でございました。いやー、すごい量ですね。今回のテーマが本当にリラックスして過ごすっていうことなので、こんなことになってしまいましたこれらを持って、出産に臨みたいと思います。いやー、ドキドキするわ。ちゃんと心の準備が整ってない気もするけども、まあでもここまで来たらやんなきゃいけないし、たくさん癒しグッズも用意したし、うん、この子たちに助けてもらいながら頑張りたいと思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。